ちょっとこれ内緒の理由がありまして、お金にクレッシェンド。はい、今回は2021年3月新国版の10分でわかる音楽家のための確定申告というお話の中で、こんな経費はどう書いたらいいのというお話をしていきたいと思います。本日の話こうなってますね。確定申告、まあ今年は2021年4月15日まで1ヶ月延長されてるわけですが、その中で今回は経費名がない時って、わかんないで何費で書いたらいいのみたいな時ってね、どうするのっていうところのお話をしていきたいと思います。はい、本編に入る前にちょっとね、こちらのお知らせです。この動画、もうこれちょっといつものお話になるんで、知ってるよって方は1分ぐらいかな、シュッと送っちゃってください。いきます。この動画ね、パワーポイントで動いてますけれども、このレジュメ PDF にデータ変換したものを音楽のラインアットっていうのがありまして、こちらの方からお渡ししてます。音楽のラインアットなんだかわからないよという方は、この YouTube のね、説明欄、概要欄下の方にURL、リンクが貼ってありますので、こちらの方から入っていただいて、でレジュメちょうだいって、過去のちょうだいって言っていただければ、この動画に関する過去のレジュメがほぼほぼ全て入っている、まあ、音楽のね、レジュメ集ですね、 Google ドライブのリンクです、これ差し上げます。そしてもう一つ、この同じ LINE アットで栗原に直接質問相談ができます。でこの目で全部、今のところですけど、この目で全部見て、この手で全部チャットで返しておりますが、まあ、一人でやってるんで、ちょっとね、遅れ遅れになっちゃう時もあるんですね。最近ちょっと一週間ぐらいお待たせしちゃってるから、ごめんなさい。はい。でも、それでもいいよという方は、遠慮なく質問、相談、お寄せください。はい。では、本編の方入っていきます。こちら。こんな質問がね、実は多いんです。もう、これ昔から本当に多いんですけれども、どんなのかっていうと、例えば音楽家さんだったら、ドレスとか買った時って、なんか経費で落ちるって聞いたんですけど、だけど、ちょっと待ってください。確定申告書の、どこにどうやってドレスって書いたらいいんですか？ねえ、そうですよね。こういうのがあったんで、これに関してはもうね、ズバリこちらに書いてくださいということで、これ、ね、そんな時、この空欄、この後出てきますけれども、経費の科目を作ってしまおうと。この空欄に経費の科目を作ってしまおうというふうに解決してみてください。この空欄ってどの空欄？この空欄です。ね、これ、青色申告の人だと、青色申告決算書っていうのがありまして、それを、まあ、真ん中あたりかな、ドアップにしてるんですけども、数字で言うと25から30番のところがね、これ空欄で空いてると思うんです。これ雑費の手前ですね。そして同じく白色申告の人だと収支内訳書で、これも同じような場所に、これでやっぱり雑費の手前です。 1,2,3,4,5 収支内訳書だと5行空欄で空いてるはずです。ここの空欄に科目名を、まあ、あなたが好きなようにって言うとあれですけど、分かるようにね、書いてみていただければいいかなと思います。例えば今回だったら、まあ、ドレス代どうしたらいいですかという相談になりますので、ね。もちろん消耗品費でもいいんですよ。だけど、いや、ドレス、ちょっと衣装とか、私結構衣装かかるんで、ね、アクセサリーとかもかかるんで、靴とかもかかるんで、分けたいかな、みたいな時だったら、この空欄のところを使ってね、これ収支内訳書ですけど、青色申告の決算書でも同じです。この空欄に勝手にっていうか、もう作ってってください。で、科目の名前に別に決まりはないです。ただ、まあ、衣装代って書いといたら分かりやすいよねとか、ドレス代でも分かるとは思いますけれども、まあ、税務署の方が見て、なんだこれ？じゃなければいいかなというふうに思います。で、ね、まあ、何でも大丈夫ということで、こんなふうに作ってみてください。はい。で、じゃあ今回ね、衣装、音楽家の方は衣装とか多いと思ったので、これやりましたけども、まあ、典型的なところであとね、2つばかり出していきたいと思います。例えば車両費とかって、これもね、結構車をね、事業で使う方結構多いかなという気がします。まあ、いつもの例えにはなりますけど、例えばビブラフォンとかマリンバとかコントラバスとかね、こういったものを使って演奏行く人って、まあ結構やっぱり車でね、移動する人が多いかと思うんですけどね、大変ですよね。飲み会行けてもね、なんか炭酸水とかね、オウロン茶とかね、はい。でこういった方っていうのは、例えば車特有のもの、ガソリン代とか、それからコインパーキングに停めましたよとかね、それから高速乗りましたよとかって、こういうのがあると思うんですけど、こういうのを分けたい人は、何と分けたい人はっていうかというと、これ例えばですけど、この上の方にあるんですけど、交通費、旅費交通費のところに入れても全然 OK なわけですね。だけど、分けたい人は別に分けてもいいですよっていう。どういうふうに分けるかっていうと、だからこういう車関係は車両費に入れて、車関係じゃないやつ、公共交通機関、電車に乗りました、バスに乗りました、ホテルに泊まりました、こういったものとかは、こう、予備交通費にするっていうふうに分けたい人は、ここの空欄を自分の方でこういうふうに作って、使っちゃってもいいよということになります。はい。
でこれね、後で言いますけど、分析に使えたりするのでね、まあ、これもある意味ちょっとおすすめでもあったりします。それから3つ目、典型的なもので、こういうの多いんじゃないですかっていうのがね、研修費とかっていうふうにやってますけど、これ何度も言いますけど、この名前、衣装代、車両費、研修費じゃなくても自分で分かれば、あと税務署の人が見た時に、ああこういう経費がほーんっていうふうに分かれば、名前は何でもいいですよ。もちろんこのまま使っていただいてもね、これだったらまあ俺からのおすすめでもありますので、このまま使っていただいても結構です。さあ、研修費何かっていうと、例えばですね、音楽家の方って、付き合ってて分かるんですけど、やっぱものすごい勉強熱心なんですね。勉強する癖がついてるというか。はい。で、こういった方に何が多いかっていうと、セミナーを受けましたとかってね、ありますよね。いろんなセミナー、勉強会。こういうところの参加代ですとかね。それから、レッスン代。やっぱレッスンをもう言ったら一生受け続ける感じですかね。音楽の方はもう技芸の研鑽のためにずっと受け続ける。そのレッスンを受けました、先生から受け、先生のレッスンを受けましたね。それから演奏会代、これ何かっていうと、他の人の演奏会、お友達でも行けるですし、それからもちろん有名アーティストが、ね、来日したので見に行くんですとかいいと思うんですけど、こういった演奏会とかを、チケット買って見に行って、これ勉強のために見に行くわけ だったら事業の経費として落として OK ですので、こういったものなんかを研修費というところに一つまとめて入れてもいいかなというふうに思います。このね、ちょっとね、研修費は結構他のところに変わるなんかないかなって気がするんですね。衣装代とかは消耗費に入れてもいいと思いますし、車両費とかは予備交通費に入れてもいいと思うんですけど、音楽家さんと接してて典型的なもの、研修費はこれはちょっと他になんかここに入れちゃえばっていうところがなくて、それでいて結構音楽家さん勉強熱心なので、こういうのが結構金額が大きくなると。で、後で話しますけど、これ雑費の方に入れると結構大きくて目立つんで、作っておいていいかなという気がします。はい。で、これがね、典型的な3つの例かなと思いますので、参考にしてみてください。他にもこんなのがあるよって方はね、このどんどん使ってみてください。あと、もし、こんなのが私は結構あるんですけど、こんな名前にして、ここの空欄に入れたらどうでしょう、クリさんみたいなのがあれば、ラヒナットの方でどんどん相談、質問してください。はい。そして、さっきちょっと言いましたけども、これを分けとくことによってもう一つメリットがあります。それは何かっていうと、何々費はどれぐらいの割合で私使ってんだろうなっていう分析などがしたい方っていらっしゃると思うんですね。例えばですけれども、衣装代っていうものをここに作っとくことによって、私は売上の中の衣装代にかけてる経費が、例えばですよ、1割ぐらいなんだとか、一昨年は1割だったけど、去年2割に膨らんで、今年3割に膨らんでて、これ大丈夫かなとかね、なんでもいいんです。大丈夫かなっていう分析でもいいですし、あ、だん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 毎年売上の中に衣装代をかけられるパーセンテージが上がってきているって、私の戦略的にグッドとかってね、これは人によるんですけども、こういう分析などがしたいって、今言いましたけど、推移とかね、3年前、2年前、1年前とかって、じゃあ今年はこんな風でいこうかなとか、来年はこれぐらいで抑えたいとか、これぐらいかけたいとかって、こういう戦略はその人によって違うと思うんですけども、こういう分析などっていうのは、消耗品費の中に衣装代がドンって入れてたらもう分かんないんですね。他に買った楽譜代とか、いろんなものと混ざっちゃうので、なので衣装代とかを例えばこういうところに分けて出しとかないと、こういう分析とかってのはなかなかできないんで、こういうのがしたいんだって方はね、私はどれぐらい車で移動にかかっているんだろうなみたいなね、車両費ですね、どれぐらい私は勉強に当てられてるんだろうなとか、勉強当てすぎなんだろうなとか、当てなすぎなんだろうなとか、こういった、分析ですね、こういうのができるので、これはすごくおすすめです。これはどっちかというと経営戦略の方に入ってきますので、お金にクレッシェント的なところで言うと、ぜひやってほしいなって思います。はい、こんな感じですね。はい。で、ここまでが、この空欄に作る経費、ね、あなたが作る、自由に作る経費なんですけど、あとは、典型的なのが、ご存知、雑費ですね、雑費。この下の方にね、一番下に書いてあるわけですけど、青色申告、決算書だろうが、収支一緒だろうが、一番下にあるんですけども、一つだけ、強いて言えばの注意点ということで、これをちょっとね、お話ししておきます。雑費の金額っていうのは、あまり大きくしない方がいいかなというふうに思います。で、なんでこうなのかっていうと、ちょっとこれ、内緒の理由がありまして、こちらなんですけど、この人って適当な人かもっていうふうに思われたくないんですね。誰に？税務署です。税務署さんです。これ税務署から税務調査っていうのがね、何年か後に来る可能性が誰にでもあるんですけど、これできれば来てほしくないですよね。
税金をなんか直させて、間違ったとこ直させられて多くなっちゃうのも嫌ですし、もし多くなんなかったとしてもなんか来るのってちょっと怖いですし、あと怖くなかったとしても時間取られるの嫌ですしね、1日とか1日半2日とかって結構取られたりしますので、でこの税務調査にはもちろん嫌なんですけど、これ税務調査の来る手前の段階っていうのがあるんです。どういうことって、税務調査もいきなり来るわけじゃなくて、その手前の段階で税務署の中でどこに行こうかなとか、あとそのまあシステムの方で決めたり、それから人がね、部長さんとか課長さんとかが、あ、ちょっとこことこことこう、君ちょっと行ってきてよ調査に、みたいな、こういうの決めることがあるんですけども、その時に例えばですよ、これ雑費、さっき言った雑費のところ、これねあまり大きくしない方がいいと思いますっていうところなんですけど、雑費のところが例えば極端な話、全ての経費を雑費にドンって入れたとします。これ計算は別に合ってますよね、税金の計算間違わないですよね、消耗品費とか旅費交通費とか広告宣伝費とかっていうふうにわーってきれいに分けて雑費を、あ、経費を計上してるのと、それよりも全部一色したりして雑費にドンって計上してるの、これ金額同じですから、雑費がでかくなってるだけで税額は全然変わんないんで、別に法律違反でも何でもないんですけど、ただ見た目どうですかね、見た目どうですかね、あなたがもし税務調査官だったら雑費のところに全部ドーンって入ってたら、署内でね、どこに次税務調査行きましょうかねって言ってる時に、あれこの決算書さ、売上ドーン、雑費ドーン、利益ドーンって、これ適当な人がやってるっぽくね、ちょっと行ってきて見た方がいいんじゃねってなりますね、実際になるんです。これ嫌なんで、なので、まあ、手前の段階、税務調査に行くか行かないかの手前の段階で、まあ、ここのところをね、雑費のところはなるべく少なくしといてほしいなっていうふうに思いますね。税務調査という観点からです。なので、まあ、ちょっと内緒の理由っていうか、さっきのね、分析とかとは全然違う理由なんですね。税額が合ってる合ってないって、法律の話とは全然別で、税務署さんが税務署に、税務調査に来ちゃったら嫌だなっていう、こういう内緒の理由になります。なので、まあ、おすすめとしては、雑費の典型的なやつって、もうどこにも持ってきようがないなと思うのは、振込手数料。ね。10万円振り込んだら、440円の手数料がかかりましたので、振込手数料。こういうものとかはね、これ雑費でいいかなと思いますし、まあ金額もそんなでかくならないと思いますので、まあ、あとは、プラスアルファ、ちょっとね、くらいでいきたいなっていう気がします。雑費の金額は本当にちっちゃく収めてほしいなって、まあ目立たないやってほしいなっていうところになります。はい。まあ今回ね、こんな話でございました。経費の話はね、以上になりますけれども、まあこれいつもの話になりますが、2020年からのこのコロナウイルスのね、一連の流れの中で、公的機関、つまり今回というか最近だったら文化庁とか経産省とか法律とかね、補助金とか協力金とかを出してくれるところですね。給付金とか。こういうところから見た、誰に出したらいいんだろうね、これ補助金とか給付金とか補助金、ん?とかね。こういった時に、プロの証としてどうしたらいいっていう時に、確定申告出してる人、こういうふうな流れが出てきてますよね。こういうのなんとなく見えてきます。なんとなくというか嫌ってほど見えてきますね。なので、確定申告のこの基礎知識を持っておくって、一つでも多くの知識を持っていくってことは、税金を必要以上に多く払わないっていう、損をしないためにも当然大事なんですけど、お金にクレッシェンド力ですね、どっかからお金を、協力金を、補助金を、給付金をゲットしてくるっていう意味でも、すんごい本当に見逃せない部分になってきてると思いますので、こういったところをまたこちらからも、どんどんこの動画を通じて、LINE を通じて、ね、いろんなところを通じて情報を出していきますので、皆さんで一緒にね、勉強していければなと思います。まあ、その辺をね、もう見逃しなくという意味でも、できればこうチャンネル登録としていただくと、すごい嬉しいですし、あと高評価ですね、グーッとってやつをしていただけると、すごく励みになりますので、できればよろしくお願いいたします。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。